Gar Shwada, Isila Masijan Hasdagwa, Batri Takar Kalapar. Laiwasu Udam Ulha Hayash, Takar Bal Tasha Dau. はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていこう。前回までのあらすじの仮面がまたちょっと変わって、このイジラが忍者の民焼いたりして、そしていつの間にかウダムがウルがウダムを引き連れて北部目指してたっていうのは、あれだ、ティンサイに飲まされたあの血液汁で見た氷のビジョンで出てたあのウダムの行動は実際に今やってる、オロスでやってる行動なんだね。だけど、あの、触るなって言ってたのが、あれ、ウルだったってのは初めて知ったな。と、まあ、ちょっと、いろんな勢力で、いろんな勢力が出現してて、ちょっとオロスの地結構不安定、まあ、元から不安定だけど、今回は、この見知らぬ人物に会いに行ってみよう。この思想家ウルキ。誰なのか全然わからないけど、この人に会いに行ってみよう。乗って、さあ近づいてきたけど、ウダムって北目指して何するか、あのビジョンにあった女像でも探してんのかな。ここちょっとグラップルしよう。グラップル、このオロスの地にいる部族ってウィンジャとイジラとあとウダムの3つだけだったっけ。ここにいるウルキ、ウルキに飛び方を学ばせろ、ウルキに学ばせろ、承諾。鳥のように飛ぶ。紀元前1万年の男、空を飛びたい。ウルキのために動物を狩り、皮を剥げ。タカールじゃなくて、ウルキのために空を飛べるようになる資材を集めるのか。え？パラシュートか何か？それともウィングスーツとか？キャンプファイヤー発見。誰かいる？イジラか？あ、そっか、2発発射だから一気に当てれた。え、んー、なんだなんだなんだ、あっちにもいる。よし、2発だからね、近くだったらそんなに精密に狙わなくても当たってくれちゃう。スノーバードとリクガメとワタリガラスとカミツキザガナ、ちょっと探すか、パッと。
通に痛い。噛みつき魚強いな。スノーバードと鳥、これ海で狙わないといけないな。この辺に止まってないかな。止まってない。どうしよう。あ、いた。ほい、これスノーバードだ。こっちもスノーバードだから渡りガラス飛んでるやつ撃たないといけないな。これスノーバードだ。おっ、あー難しいな。あれ、待て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 、ここどんだけイジラいるんだ。あっ、おー、ジャーが離して、待て待て、チキショータイガーやって、こっちとらカラスを、カラスを狩らないと。よし、オッケー。こいつな、え、こんなんでなんとかなるのか、この材料で。フルキンとこ戻りたいが、またイジラいる。ウダム以上に活発になってきたな。そうだ、前回捕らえたダーから得た凶暴化爆弾使ってみるか。そい、あれでも2人とも凶暴化したら意味なくね。え、ああ、戦ってる。ああ、あ、あれ、バレてるが、バレてるが、ああ、なるほどね。こういうことができる。うわー、食ってる。こんな感じでできるのか。上だね。これを拠点確保とかで役に立つそう。さあ、持ってきたよ。イメージトレーニングやってる。オルキー、え、こんなんでいいの。え、いや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 、死ぬぞ。え、ウルキのジャンプを見に行け。え、それただの木の棒じゃないよ。あっちで見てればいい？大丈夫かな？ウルキそこにいる？見やすい場所に移動して、人生で最後のジャンプにならないように。はい、知ってた。知ってたわ。もうどうなるか大体分かってたわ。ウルキー、ウルキー、あれ、ん、ウルキーの死体はどこ行った。死体っていうか声がする。ん、ん、こんなか。ウルキー、ウルキー、あ、え、とりあえず、
どこからともなく声が聞こえるが、まあいいんだねきっとこれで。オッケー、変わった人物のクエスト受けて、それじゃあ南の方まで結構来てるんだけども、ここダッシュしてなかったな、ダッシュしてなかったけど、話できる人たくさん、あ、ダーと話せる、ちょっと話しに行こうみんなと。さあ帰ってきたが、今村人何人だ、148人。ダーどうなってる。あ、暗いな。ダーよ元気か。ウダムサンシタクワルダウダムパルウィンジャウグワナマシダムシャムウダムグワルバルダダマスクラワダンダフウィンジャバルダサクウィンライウダムアイワタニバルウィドンウィンジャーウダムバラシュアイマスカダシュサイラ激横プンプン丸連れてかれたんだ、だ殺されちまうよ。どの辺連れてかれた、あ、そんなとこまで連れてっちゃう。他の人の話も聞いて、いや待ってよ、いっぺんに聞いたらその人のクエスト忘れちゃうから、ダー助けに行くか、拠点確保の前に拠点放っとこう。ウィンジャーの怒りの歓迎からダーを救え。 OK、 ちょっとダーのとこまで行こうかの前に、何をやってるそこで、救出か、ウーダムだ、まあ、またウーダムか。はい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 、はい、ナイフ逃がして、かなりねスピーディーに手慣れてきたけども、はい、それじゃあここ行こう。もうね、もののけ姫の山犬に乗ってる気分だよね、もうこれ。いや、随分遠くまで連れてかれたな、あんた。そこにいる？景色がいいとこだけど。あと 60m。ウィンジャーの歓迎。やばいよやばいよ、みんな興奮してるよ。マズカビット、まあちょっと待ってちょっと待って、皆さんちょっと待て、ダーがどこ行った、ダー、水位が上がってる。ウーチャマン、ワダサンチメ、水の上昇を止めろ。上の人たちすげえ騒いでるけど、あ、すぐ止めないと。はい、痛い、なんだ、あー魚がいる、痛い、あーなるほど、水位が上がってくからそれと合わせて水漏れを止めたいんだが、後ろから噛みつき魚が止めて、あ、グラップルできるな、水が上がるのを待つ必要なさそう、ここも石で止めて、グラップルできないんじゃないのこれ、
ここ登れる？グラップル、グラップルでこれなんとかなるところか。これならない。ちょっともうちょっと水位上がるの大丈夫か。受けるダート離せ。ダート Winjai's the bottom. Sa Krauhadan daf Winjai. Dai squatti balhasa. Da Mari, quai da schwadam Mari. Shaja schwadam guaifa.Gastia, Malchasar. そういう感じか。忍者の関係完了。イーストマスターのタカール、村人を説得させた。ダークエスト OK。 スキルが2、ん？ウダムスキル、あ、いいんじゃないのこれ。ダメージ軽減、ダメージ軽減しておこう。まだダーの小屋を作れる状態にはないんだ。ちょっともう一回ダーと話しに行こう。サイラは激横のままだったけど、また牢屋に戻ってる。トワルシーガバルポリシュワパチャルシミヒシャハなだマリワルハサルタグワルグワイ。なんかかわいそうだな。あ、作れるようになった。で、道具もアイテムも揃ってる。アップグレード、誰か歓迎に来るのかな。子供が見てる。牢屋から小屋になった。あー足りないね。スキルゲット。あーザダーのクエスト受けてみるか。カパルプルタクワ。え？ハカパルプルガライタ。いや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 。うわ。グロいグロいグロい。笑ってるし。Sasa na quaita haita charge tam han yakika daf udam chartasu majish yaka shas kanhi tuta shas kani waidam.骨の粉。
何なんか頭の中に入ってんのか。スカルファイア持病持ち。ここかハードだ。ウダムのダーダーのスカルファイアの熱を治療するために骨の粉を見つけろ。ウダムのとこって言ったからウダムいるんだよなきっと。 OK ファーストトラベル。長くなっちゃうかもしんないけど制圧に行くか。敵いるのかな。おっと寒い。火つけてこう。さあタイガー。さあ付近まで来た。骨の粉。敵いる？タグ付けしろ。降りるか。そして獣に暴れられても勝手に暴れても厄介だから。あ違う違う何してんの。違う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 。ここに待機しておいてもらおう。ストーンマザーキャンプ。敵がいるな。このまんまサベルタイガーには別の場所で待機しておいてもらおう。いざって時はこれで呼び出す。あれだ。さあやかん癒してだ。こいつが骨の粉を持ってる。多いってことは殺す必要があるわけでもないんだろうけど、まあ殺すけないよね。こんぐらいか。どうしようかな。降りてって大丈夫かな。タイガーあっちにいるもんな。ああ見つかる。ここ全然隠れられそうなとこがないな。あてかそこにいるし。おーっと見つかる見つかる。どうしよう動けない場所に降りちゃった。ダムシャウダムヤカンスシャスカニシャンティ。もうマジちょっと様子を。ここバレる危険かなり高いけどちょっとフクロウに倒してもらうしかない。待って先にこいつだ。なんか別のものにぶつかっちゃった。見つかった。ほらテイクダウンナイフで癒し手が逃げてる。いやここにいる。こいつを倒す。あー毒だ。でここにあるのか。これだゲット。キャンプから脱出しろというが先にテイクダウン。まだいる。テイクダウンができなかった。あと上にいるのか。おいおい OK 全員だね。
よし、サビル脱出するぞ。どうし、肉食わせて。はい、脱出。イエーイ、骨の粉完了。ダーンとこ行くか。あ、フダムスキル増加してってる、増加してってるけど、ちょっと貯金しよう。もう一回ダーンとこ、ダーン進めてみる方、ダーンのお話聞いて今回終わろうか。あ、出てる。いや、シャスカネティワイドゴアシタタカルマチカバルプルガルヌダハルハ。オッケー、ダークエストはとりあえず完了。よし、それじゃあ今回ここまでにしようかな。ちょっとね、効率よく人物のこのクエストだとか、あとは拠点確保を進めていった方がいいと思うんで、どうしようかな。ここ確保して、ちょっと気になる場所があって、ここ気になるんだよな、このなんか細い道があって。なんだろう、こうなんか河口っぽいけど、リングウォール拠点。こっちに行く道がこの細い道しかないんで、ここ確保して、そしてこっちも。確保すると、ちょっと次回、拠点確保、かがり火確保、メインでやっていこう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。